US for Africa のあのユニットの We Are the World でございます。はい。ディランだ。ね、チャオ、メキン。ディランもチャオとか言うんですね。言うんだよ。ね、最初じゃないですか言ったのはね。まあでもここから見つけると面白いですよね。はい。よっぽど新しい生き方してるでしょうね。地図も俺も裏で歌聴いてるだけでもう泣き出しちゃってるんですよみんな。もう歌聴いてるだけ泣けるか。もう中森さんが歌ってるの見れないかもと思ったら、あ、一生歌わないじゃないですか。歌唱力すごいだろ。どう泣かせるんですか。歌で歌唱力で泣かせるんだ。バックボーンじゃないです。歌唱力じゃない。まだまだ俺も歌手生活ダメだな。遊びたいですね、遊びたいねって言って言ってもらったから結局遊んでないですもんね。あんま遊んでない。ご飯行きましょう、飲み行きましょう、うん、3人で行きますよなんて言ってたんですけどね、うんうん、ないですもんね、うん、どっか行かなかったんですか。国内でもいいですし、まあ行ったって そんなにほら生番組もあるし他の番組もあるから、うん、考えてたよ。桜見に行きました。桜は行った。毎年行ってますもんね。それは桜行ったね。桜はね、電車で行ったりするんです、うん、電車で行くんですか、車で行くんですか。桜はね、必ず行くとこあるんだよ。これ行ってごらん、これ驚くけどね。教えられない、ね、教える今教えてもらえます。カンパチのとこにある。カンパチ、あ、都内東北の秋田の山形のとこじゃなくてですか。あの、キヌタ公園。おお、うん、あそこの桜はちょっと驚くよ。キヌタ公園って TMC だよね。そう TMC の。あのちょうど桜と竹林がこう共存してるようなところ、ね。あのね、桜がね、よく撮ったけどな、4、5本ぐらいこの寄せ植えになってるの、はい、それ山みたいに桜が一つの金みたいに見えてる。これはほとんど知らないかな。あのスタジオ行く途中、このテニスコートの手前、うんうん、なんか歌詞が行く時の左側のとこ、ちょっと裏の方に、うん、そう歌ったことあるんじゃん、島。それはわざわざ見に行った行くんですか。うち近所だからね、行く。あ、そっかそっか。へー、これはおすすめです。いやいや、まだまだ聞きたいことがあります。 CM アートです。すいません、おはあら、タモさん、そばができたみたい。来た、おそば来ました。草薙さんのは刻みて、コマーシャル行ってる間にドン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 って、ちょっとコマーシャル待ちましたよ。これ刻みか。タモさん好きなんですよ、ねえ、おいしそう、刻みたい、シンプルで。うわ、香取さん、なにそれ。カモカレー。カモカレー、うまそう。うまっ。木村君も来ましたね。カモセイロ。カモセイロ打ち立て、うまい。すいません。いや、セイロさん、セイロタモさん、いただきます。どうぞどうぞ。多分珍しいですね、飲まないでつまみだけってあんまないんじゃないですか。そう、あ、当然ビール出てくるもんだろうと思ったら出てこないです。ビール出るでしょ、タモさんのビール。ビストロのスタジオが隣だからあるんじゃない。うまい。いただきます。いただきます。うまい。そばをさ、クーってあげるときにさ、ここ痛くねえ。え、あ、俺多分ね、あさってぐらいじゃない、うん、遅いね。うん、これ絶対綱引きだ。うまい。いってぇ。おいしい。あー、おいしい。おいしい。うまい。結構ちゃんとコシがとかね、歯ごたえが。いやー、やっぱり。ゴルちゃん、そば好きなの。そば大好きです、僕。ほんと。はい、家で茹でたりします、普通に。打ち立てってすごいですね。うまいよね。おいしい。うまい。うまいなぁ、本当に。こんなに食べた人いるかな、今まで。
27時間テレビ総合司会の人12時からずっと食ってんだろ。そうですよ、昨日とはすごいだよ、ね、僕たぬきそばを3枚食べたんですよ、3回、うん、であとおにぎりを食べてサンドイッチも食べてミストロだったんですよ。あ、そう、はい、食べてで、まだこれそば僕ねこれ今一回寝たの大きかったな寝たら入るね。寝たら入る。食べる27時間いないよ。寝たら入る。これ寝たら入るとは、うん、珍しいね、この人たちは、うん、いい幸いと思って食べてんじゃないの、うん、そうなんだ。丹後さん、桜とは遠くに来ました、なんか行くとか。あ、まだ行ってない行ってないですか、うん、電車乗りました。電車はね、乗ってんだよ。電車がね、面白い、よかったですね、電車乗れて。そう考えたら電車乗ってね、全然関係ないとこ行って、あの、まあ、もちろん無目的で、もう無目的で行くんだ。駅とかさ、この間ね、つくばエクスプレスにね、はい、一度乗ろうと思って乗ったんだよ。どっからの、どっかが、あれは、ね、秋葉原から出てるの。上野じゃないか、秋葉原、秋葉原、うん、それで全部あのこう踏切がないんで、高架なんで125キロぐらいで突っ走っていくんだ。うわーっと ほぼ直線。あ、怖いっすな、うん、それは景色をもちろん見ながら。あ、もう景色見ながらで、大体一番前にこう乗るんだよ。こうやって乗ってたんですよね。そう、こうやって乗ってうん、こうやって乗ってるんだよ。1回だけ俺豊洲線で運転手と目が合ったことあるんだけど、豊洲線、豊洲線でこう一番前に乗ってたら運転手がなんかこうやって、うん、こうやってチェックしましたね。ふっと俺見たんで見て、ここでタモさんチェックして全然しちゃいしないですね。しないしない、人間ってのは本当に二度見するね。ドラマの世界だけじゃないんですね。だってタモさんのね、控え室行ったらほらね、時刻表を見てこう多分旅してるんでしょうね、うん、そうそう、自分の中でこう旅して、どこどこに行って、どこどこに行って、それがちょっと叶いつつあるんです、うん、それでとにかくつくばエクスプレス乗るだけが目的なんで、はい、向こうに着いて10分後に折り返しがあるんだよね、うん、で駅前出て交差点を眺めてすぐこっちで引っ返ってくるで、行きはね、子供、あ、まあ今ごめんね、今ガキって言いそうになったけど、いいんですよタモさん、タモさんガキですよ、さっき僕抱いてたぐらいですから大丈夫ですよこれがね、なんかね、団体で乗ってきて、はいはい、あると思いますよ、うん、それでね、一番前をね占領するんだよ喧嘩したくないしな。でもう本当に、わー、もうせっかく乗ったのにな、俺、お前ら将来何度乗れるんだっていうようなことを考えてて、うん、まだまだあるじゃないかって、うん、で、まあ大人げないと思いながらも、はい、またこのうちの一人がね、詳しいんだよ、電車に詳しいって何が詳しいとされるんですか。いや、まあその電車の構造だとかね、構造形式だとか、形式、それから、まあ、あの交流区間とか直流区間とかあるんだ、そういうのも全部知ってんだよ、まあ、腹立つんだよ、これがまたそれは俺よりライバル視ということなんだよ。ライバル戦うんですか、心の中で。心の中で俺より知ってるし、しかも一番前にこいつが今見て、俺はしょうがなくて、うん、3歩下がって見てるんで、座席座ってほとんどこう見えないから少しこう背伸びしてこうやって見てるで、帰りはもう全部もう独占網羅しながら、網羅しながら、でもこういうのができるって嬉しいよね。なんか俺たちも嬉しいですよ、うん、なんかそうやってちょっとでも趣味のね、一つがちょっとでも叶えられる、うん、あの期間がそういう日にちが与えられたんだなと思いますと。そう、それでこう見て、例えば青戸とかあるんだよね、うん、昔から青戸ってこう地名、珍しい地名だよね、青戸ってあるんだよね、はいはい、そこまで行ってみようと思って電車に乗ってこう乗り継いで行って、はいはい、で駅前こう見てまた帰ってくるんだよ、はい、うん、駅まで行くんだ、駅まで行く、そこまでが下町でちょっと飲んでる、最近面白いよ、へえ、面白い、下町は本当面白い。だから行ったことない土地で飲むっていうのもいいですよね。日帰りでもいいですよね、電車でしたらね。でもう、うん、もう十分日帰りで行ってる。昼間の電話がいいです、電車がいいんですよね。だ夜だと景色が見えないですからね。そう、夜だと電車が、そっか、昼間に行くの、朝早かったよ、うんうん、で夕方ちょっと一杯か、うん、
北千住とか面白いよ。へえ。下町はね、本当にね、俺本で読んだんだけども、信じられないような店がたくさんあるよね。信じられない店っていうのは何ですか？食べ物屋さんだとか雑貨屋さんいろいろあると思います。あのハードゲーの、ハードゲーがあのメタルを生で演奏してるバーとか、ね、はい、そう行ったんですか？聞いてちょっと話は、うん、話は聞いて写真もあるんだけども、ちょっと行ってみたいなと思って。そうね、うん、そんなとこ行く。これラジカセ専門店ね。ラジカセをもう修理するし、もうラジカセをいっぱい売ってる。あらゆる種類の中古のラジカセが置いてある。修理もするし、はい。面白い店。まだ知らないことってたくさんあるんでしょうね。うん、そう考えると食もそうですし、うん、その文化的なことも情緒もそうですし、うんうん、まだそれを知りたいっていうのがありますよ。